こんにちは。エンタメ水先案内人、中野真理です。今日もご覧になってくださってどうもありがとうございます。今日はですね、駆け足で、7月の大歌舞伎第1部、第2部、第3部、全部の見どころをお話ししようと思っています。音が出てるかな？ちょっとすごく心配。そろそろ4時になるかな？それでは参りたいと思います。改めまして、水先案内人、中野真理です。今日もよろしくお願いいたします。それでは、今申し上げましたようにですね、7月の大歌舞伎、こちらの方見てまいりました。初日に第3部、そして次の日にですね、第1部、第2部と見てまいりました。皆さん力作でしたよ。とにかくですね、今日はね、一気見っていうことでですね、30分で全部喋れるのかっていう、もうとにかくそれを一番私は、危惧しているところです。もしかしたらちょっとオーバーしてしまいますかもしれませんけれども、どうぞ皆さんついてきてください。ではまず第1部から参ります。こちらですね、こちらかな？ですね、まず第1部、アンマと泥棒、こちらからいきたいと思います。アンマと泥棒はですね、アンマに市川中車さん、香川照之さんですね。それから泥棒が、尾上松緑さん、この2人がもうほぼっていうか、この2人しか出てこないっていうぐらい、まあ、なんていうんですかね、歌舞伎をご覧になる方、あまりご覧になってない方にとってはですね、まあ、普通にテレビドラマ的にですね、普通の演劇的に、セリフ劇として、分かりやすく、馴染みやすい形で、見てもらえると思います。でですね、まあ泥棒と若殿っていうのを松緑さんと、それから巳之助さんでやってたんですけど、まあ、それに続いてですね、てか、間抜けな泥棒っていうか、まあ、にわか泥棒ですね、泥棒になったばっかりで、泥棒に押し入ったのに、なんか説教されたりとか、それから仲良くなっちゃったりとかする、まあ、気のいい泥棒を松緑さんが今回もとっても可愛らしく、そして、人情味あふれ、あるような、こういう人、こういうことっていうのをとっても素敵に、演じてくれています。でですね、中車さんがあんまをやってるんですけど、このあんまってことが目が見えないで、あんまをこう夜流しているっていう、そういうお話なんですけれども、まあ、そのあんまのうちに泥棒に入るな、こんなか弱き、何の力もないあんまのところに、どうしてあなたは泥棒なんか入っちゃったんですかっていうと、いや、もう俺知ってるよって、目の見えない人っていうのは金貸しもやっているんですね。で、そういうのをこう聞いていて、それで、絶対にお前は金をたくさん貯め込んでいる。だぜ！っていうふうに言うんですけれども、まあ、中車さんが演じている秀之内っていうのは、あなたそんなこんな、
何もないでしょ、このうち。家探しでも何でもしてごらんなさいよって言って、まあ泥棒を煙に巻くんですけど、その煙に巻き方がですね、スネアゴル的、皆さんスネアゴルご存知でしょうか。ロード・オブ・ザ・リングです。ロード・オブ・ザ・リングでですね、主人公になんかネチネチネチってこう、こいつ味方なのかそれとも敵なのか、ずる賢いのか何なんだかよくわかんないけど、よく下手に出てくるスネアゴルっていうのが出てくるんですけれども、スネアゴル的な怪演でございまして、弱いんだか強いんだか、いい人なんだか悪い人なんだか、本当にこうぐちゃぐちゃなものを、中車さんが非常によく演じていらっしゃいます。ロード・オブ・ザ・リングの他にですね、三池崇史さんの映画で、すき焼きジャンゴっていうのが、すき焼きウエスタンジャンゴっていう映画があって、全員日本人が出てるのに、全編英語っていうすごい実験的な、まあ、ウエスタンな、でもその日本のですね、平家物語みたいな話をですね、やっている。その中で、やっぱ香川照之さんが、保安官の役で出てくるんですけど、この保安官を見た時も、あ、スネアゴルだなって私は思ったんですが、そういうトーンですね。この中車さんのこうネチネチとした、こう目の奥で何考えてるかわかんない的な、そういう怪演を、この、あんまと泥棒でぜひ堪能していただきたいなっていうふうに思っています。で、第1部は、これの他にですね、雲の糸、なふうに読むんだっけ、雲の糸、およずめ話、まあ、宿直と書いて、およずめ、まあ、とのいですね、夜に、化け物がやってくる、来そうなので、それをこう宿直ですね、とのいをして、ご主人を守ろうとする、そこに、雲の精、雲の、まあ、化け物がですねやってくるっていうお話なんですけど、あれどっかで聞いたことあるなってもしかしたら思ってらっしゃる方もいるかもしれません、今回その雲の精をですね市川猿之助さんがなさいます。そして、こちらがですね梅玉さんですね、梅玉さんが、渡辺の綱を、ごめんなさい、源の頼光をやります。で、5月でしたがね、こちらがですね土蜘蛛っていうのをやったのをね覚えてらっしゃるでしょうか。待ってくださいね。あ、これはあんまと泥棒の香川照之さん、市川中車さんと、こちらの、尾上、松緑さん、あんまと泥棒のあんまと泥棒、このお二人もこの、雲の糸、およずめ話に出てきます。全く違う感じで出てくるので、この二人のこう変わりようっていうのも一つの見どころなんですけれども、これですね10月公演の時に同じ、雲の糸およずめ話をやってるんですね。で、この時の再びのご熱望にお答えしてっていう形で、また市川猿之助が、6変化相務め、申し候といろんな役、何でしたっけな、女わらわですね、わらべだったりとか、それからお小姓だったりとか、それから、太鼓持ちだったりとか、でもちろん雲の糸とか、そういったものにこう、あ、雲の糸じゃない、雲の精だったり、その、女性だったりとかですね、そういう人たちにこう、形成ですね、形成薄雪とか、いろんな役にこうどんどん早変わりしていく、それをまあ楽しむっていうような、そういう趣向になっているんですね。だけどこの間10月にやった時より人が多い
四天王が全部揃ってるし、それから押し戻しっていうのがあるんですね。この押し戻し付きっていうのがすごいパワーあって素敵なっていうふうに思っています。でもう一つ、その先ほど土蜘蛛っていうのを、つい最近やったんですけれども、その時には猿之助さんは雷光の方、つまり土蜘蛛を成敗する方だったんですけど、今回は土蜘蛛の方に行ってたりとか、そういう、役がこう逆になったりとかする、そういう妙味もあるし、それから、まあ、土蜘蛛の時にお話ししたんですけれども、これは松葉目物の、土蜘蛛は松葉目物ですよ、能狂言を模したようなこう様式美をこう見せるようなところがあるんですけど、今回のこの蜘蛛の糸お世詰め話っていうのはもっと軽快軽妙、ちょっとコメディっぽいところもあるし、それからまあ早変わりを楽しむっていう意味でも、プレイバッハ的っていうふうに書いたんですけど、同じ、ベースは同じなんだけれども、ちょっと遊び心でこう別バージョンにこうお色直しをしている、違う楽しみ方ができるっていう、そういったところが、まあ、ちょっと違うところかなっていうふうに思います。仕込んでいたものが全部この後飛んでしまったみたいなので、大変残念ですが、真っ白になってしまったので、では、お話だけで参りたいと思います。で今のが、第1部でございます。で、この第1部に関しては、私は、その押し戻しっていうのは、まあ、雲の精が、まあ、雲でこう、もう鬼のような格好をして、それで、その、まあ、戦い合うわけですけれども、まあ、それを見ていたときには、あ、これなんかどっちが勝つんだろう、ちょっとよくわかんないな、みたいに思ってたのが、待て待てって言って、花道の奥から声がして、あれって言ったら、もう一人、助っ人がやってきたわけですね。で、それが誰かっていうと、平井康政。平井康政、土蜘蛛の時に私が、亀蔵さんが、もうすごい、平安貴族の、その、高貴な感じで出てきて、すごく良かったですって言ったのを覚えてくださってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今回、松緑さんがそれが荒ごとの、こう、熊取りをした、格好で、もう、みなぎる、こう、武人としてですね、もう、格好も荒ごとの格好でバン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 ってやってくるわけですよ。あ、これはいいもんが勝ったなっていうのをすぐ、あ、これでもうこの火星でこの勝負は決まったっていうふうに思ったっていうぐらい、やっぱ押し戻しってかっこいいな。一人味方がやってくる。今まではなんかこう拮抗していたのが、もう全然これで雷光側が勝つっていう風に思えたんですね。ところがその後今度はやっぱりその雲の精はこう雲をこうブワーッブワーッてこう血筋の糸ですね、これもこの間は土蜘蛛の時にお話ししましたけど、それをこうものすごい勢いでこう振りまいて、でみんなこう雲の糸でこう絡め取られてしまう。そして最後にですね、上からぐわーってたくさんその蜘蛛の糸が下がってきて、そして、何ですかね、まあ、今でいう CG 効果ですよね。黒子さんがですね、後ろでね、バーンバーンってまたね、血筋の糸をね、プラスして投げるんですね。だからもう最後は、雷光さんが勝ったはずなんだけれども、でももう蜘蛛の糸の最後の断末魔っていうか、いやもうやっぱ蜘蛛の精すごいみたいな感じで、すごく派手派手しく終わります。だから見ててなんかスカッとする。どっちが勝ったんだか。でも、なんかやっぱりこういうその、見せる歌舞伎っていうのは素
敵だ。すごくアナログですよね。人が後ろからこう糸をこう巻いたりとか、上から下がってくるとか、そういうものすごいアナログなんだけど、もうそれで十分楽しめる、そういう、第一部でした。最初はアンマと泥棒では真っ暗なところで、たった2人の、歌舞伎だったのが、こんな風に、2つ目の蜘蛛の糸ではとっても、開放的に終わるっていう、この打ち出しは開放的っていうのも、まあ、歌舞伎の良さなんじゃないかなっていうふうに思います。で、次に、ごめんなさい、もう2部、こちらです。もうすごい、私もアナログで参ります。2部はですね、身代わり座禅と、それからご存知鈴ヶ森、この2つです。身代わり座禅は、先月ですね、博多座で菊之助さんって見てきたばっかりでございます。そしてまた歌舞伎座で身代わり座禅、この同じ、また同じのやるのっていう、そういう感じがもしかしたらあるかもしれない。同じものなんだけど、誰がやるかで全然違うっていうのが、今回またね、また思いましたね。まあ、菊之助さん、まあ、菊五郎さん、お父さんの菊五郎さんの、身代わり座禅、山蔭右京っていうのは、本当にまあ、定番中の定番で、まあ、割と浮気者の、女ったらし的な、まあ、でも、ちょっと、お上品な、うまいこと、いろんな、浮気を今してきたっていう、そういう、菊五郎さんの感じに対して、菊之助さんは、初めての浮気編みたいな感じで、すごくそれも良かったですよっていう話をこの間申し上げたんですけれども、なんとですね、今回白鸚さんの、まあ、その80を過ぎてですね、やるこの山蔭右京っていうのがですね、特に最初のところですね、まあ、これ松羽目物なので、最初に自分はこういう人間で、これからこういうふうにしようと思う、まあ、花子っていう女の子が、うちの近くまで来てるから会いたいわって言ってるんだけども、まあ、奥さんが怖いんで、なかなか会えなくてどうしようかなって思ってるっていう、その口上がですね、非常に淡々としてたんですね。こう、だけど妻がみたいな、そういう顔もしないで、もうものすごく淡々とおっしゃってたんです。で、こういう感じで入るんだと思っていたら、その次にまたその本当に奥さんが出てきたりとかすると、どんどんこうそれが表情が豊かになってきて、で、そういうそのなんか話が展開していくとともに、ものすごく、白鸚さんが、それも表情豊かになっていく、そのお話の中に入っていくっていう、そういうこう変化が見られたのが面白かったのと、それから今回の白鸚さんの山蔭右京は、浮気者っていうよりも、ずっと奥さんに抑えつけられてきて、なかなか自分の自由になる時間がなかった人が、一晩だけようやく自由になった、ようやく自分のこう息ができるようになった、こう小さくなってた自分が、今日は俺らしく生きられたみたいな、そういう山蔭右京さんだったんですね。これがね、またね、新鮮でしたね。その浮気だとか浮気じゃないとか関係ない。なんか、一晩でいいから自分だけの時間が欲しいみたいな。これって、その男女関係なく、こうパワハラ的、そのモラハラ的な、奥さん、専業主婦の奥さんでも、なんか一日ぐらい外に出て自分だけで、自分だけの
楽しみっていうのをこう楽しみたいって思っているのに、どっか行くって言ったら買い物行きたいんだけど、じゃあ俺と行こうとか、あの映画行きたいんだけど、あ、じゃあ俺と行こうとか、そういう感じで、いや、そうじゃなくて、あなたとじゃなくて、ちょっと一人で行きたいんですけど、みたいな、そういうのがすごく分かって、でなんか今まではしょうもない浮気者の話だなってずっと思ってたんだけど、いや、なんか嘘をついてでも、つまりあのどこ行くんだ、いや同窓会ですとか、いやどこ行くんだ、いやちょっと友達ととか、あのちょっと子供のとかって、ちょっと嘘をついて、はあ、なんか、あの、一人で、ちょっと、お酒飲みに行きたかったわ、みたいな、そういうのが、なんか、わかるような、そういう身代わり座禅だったんですよね。もうなんか、今までの全く違うことを考えた身代わり座禅でございました。これ、今回の、山の神奥さんは、士官さんがやっているんですけど、これがですね、途中で、あなたの奥さんってどういう顔してるのって花子に言われて、一度見てみたいわ、そんな奥さんが怖いからって私の元から帰るんだったら、やっぱり奥さんのことが好きなのねって言われて、いや、そんなことないよ、こんな顔してみたいな、鬼瓦っていう、その鬼瓦の顔が、ほんとそういう顔だったっていうか、すごいデフォルメした顔で、怖い奥さんっていうのを、士官さんがとっても素晴らしい演技をされていました。で、もう一つが、鈴ヶ森です。ですね、菊之助さんの白井権八、前髪ってこう、前髪っていうのは、まだその、酒焼きを、吸ってない。つまり、元服前っていうことなんですけれども、このですね、若衆姿の美しさって言ったらない。あとですね、その白井権八っていうのは単にイケメンっていうだけじゃなくって、人を殺して出奔して逃げている途中なんですね。そして追っ手が来ているっていうのも分かっているので、こう殺気を緊張してるんですね。で、何か、もしも捕らえられそうになったら、切るぞっていう、その殺気が、もうみなぎってるんですよ。で、そこのあたりがですね、美しさと殺気っていうのが、もうプラスされている、この菊之助さんの白井権八がもう、最高で、これはね、私、今回一押しです。最高。この、白井権八なので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。本来はですね、これ受ける万髄長兵衛が、日替わりになっていて、播磨屋さん、お舅さんにあたる、中村吉右衛門さんと、それから中村金之助さんのこの二人が、日替わりでやるはずだったんですけれども、まあ皆さんご存知の通り、吉右衛門さんが今病気療養中ということで、金之助さんがすべて、前日にわたってやってらっしゃいます。で、金之助さんの万髄長兵衛は、前も、息子さんの中村隼人くんを、権八という形で、親子で、この鈴ヶ森をやったのを見ています。けれども、その時も、いや、なかなか素敵な万髄長兵衛なんです、だったんですが、さらに再演ということで、こうなんか、役が大きくなった感じで、とても見応えがありました。息も合っていて、素敵だったと思います。いや、もうね、菊之助さんの権八はね、一回見る価値あり、本当に素晴らしいです。で、次にですね、では、第、三部はですね、海老蔵さんの、鳴神不動北山桜。これ第一部は雨戸泥棒と蜘蛛の糸、およずめ話の二つ。それから、第二部は身代わり座禅と、それから鈴ヶ森、また二つ。いわゆる緑狂言。全く違う二つのものを、パッケージにして、一つのチケットで見られますよっていう、そういうものなんですけれども、第三部に関しては、通し狂言。全部をやります。
っていうことなんですね。ただ、こう全部やりますって言ってもものすごい、いろんなことがあるので、それもですね、海老蔵さん500やります。で、なので最初にね、解説がついてる。工場で海老蔵さんが出てきて、それで、この語訳をやりますよっていう写真が出て、それでこの人はこんな人、あの人はあんな人って全部こう話をしながら、話の発端とかですね、何が問題になっているの、何がポイントなのみたいなのを最初にお話ししてくださいます。この解説が非常に良かったです。とても分かりやすかったですし、その後にですね、次々と出てくる人が何をそんなに例えば日照りで困っているとか、どんなものを、探しているとか、あそこに出てきたあの人がここで困ってるのはあれのせいなんだなとか、あそこに出てきたこの人はあの人を殺してやってきたな、騙しに来たなとか、そういうのが、解説がない状態で見るよりもすごくわかりやすかったです。で、この、投資狂言っていう風になってるんですけれども、歌舞伎十八番っていう成田屋さん、市川海老蔵さん、市川團十郎家の、大事にしている、お箱っていう、十八番と書いて、お箱っていう、その元になった歌舞伎十八番の中の、鳴神っていうのと、毛抜きっていうのは、すごくよく、この、それだけでもうよくやられるものなんですけれども、それの鳴神と、それから、毛抜きっていうのがそのまま入ってるんですね。で、それだけで見ても成立するお話を続けて、全体的に一つのお話にまとめているっていうのが、この、鳴神不動北山桜っていうお話なんですけれども、毛抜きっていうのは、1月かな？もうこの、配信を始めて、最初に新春のいろんなところの歌舞伎を見せしたときに、この新春海老蔵歌舞伎っていうので、やっぱり毛抜きをやっています。こちらですね。これが、毛抜きの久米寺壇上っていう、今回五役やるうちの一つなんですけれども、こちらはこの時にもお話ししましたけれども、そのエロ親父のセクハラの話なんだけど、その人が探偵のような形でいろいろな事件を解決していく、シティハンターみたいなものですよねって言って、もっこりのね、シティハンターみたいな人のお話ですっていう話をしました。で、これの後に、鳴神っていうのがあるんですけど、こっちは、エロ親父じゃなくて、ハニートラップ、中村小太郎くんがですね、雲の絶え間の姫っていうので出てくるんですけれども、日照りの原因となっているのは、鳴神商人っていう、偉いお商人様が、朝廷が約束を保護にしたっていうことで、へそを曲げて、日本中の竜神ですね、雨を降らせると言われている竜神を、もう一つの滝に押し込めて、そしてしめ縄を張ってしまった。このしめ縄を切らなければ、日本中雨が降らないっていうふうにしてしまうんですね。そこで、この鳴神商人を、ハニートラップで陥れて、それで油断させて、で、どうすれば竜神を放つことができるかっていうのを聞き出した雲の絶え間の姫が、しめ縄を切って、それで竜神を放って、で、雨が降ってめでたしめでたしっていう話なんですけれども、つまり、ずっと、修行をしていて、女の人の体とかそういうのをこう触ったことのない鳴神商人が、ちょっと具合が悪くなっちゃったって、背中をさすって、いや背中じゃなくてお腹がとか言って、で、ここを揉むか、あそこを揉むかって言ったら、あれ？この、出っ張りは何？みたいな、それはお乳でございます、みたいな、そういう、
そういうや、なんか、まあ、なんていうんですかね、うぶな男が、ハニートラップに引っかかっちゃうっていう、そういうお話なんだけど、引っかかっちゃった後は、騙したなーって言って、こう、なんか鬼のようになってっていう、そういうお話でございます。で、これの、その、蜘蛛の絶え間の姫をやった中村小太郎くんが、本当に素晴らしかったです。もう、それもね、今日、先月、いぶきでの、その、小太郎くんっていうのは、男性のやるからこその女型っていうものの、その、こう、迫力とか、その、見事さっていうのをお話ししましたけれども、その大きさですね、絶え間の姫の。なんかその、テレンテクダで、海老蔵さんをですよ。海老蔵さんを、の、鳴神を、もう手玉に取っていく感じっていうのが、もう、もちろん、40代のな、海老蔵さんに対して、小太郎くんはまだ20代ですけれども、もう、堂々と渡り合っているっていうところが、もうすごいなって思ったのと、コミカルなね、ところもとてもよくできていて、そこはその男性だからこそ、声を高くして女性っぽく見せるところと、ちょっと、声を落として、なんで私の酒が飲めないの？みたいなことを、こう、急にそのトーンを変えることで、そこもまた、とってもコントラストになって、私たちもそういうまあハニートラップだったりするお話だから、息を詰めてずっと見てるっていうよりは、そうやってちょっと、あ、やれやれみたいな、こう、少し、それこそ本当だったらね、自分たちもお酒とか飲んだりとか、お弁当食べたりとかしながら見るような、そういうこう、ちょっと、気楽な感じで見られるお話であります。で、そこのところを、こう、なんていうか、間合いとかね、そういうのをきちんと測って、こう、息を詰めてみるところ、そして、ふっと、息を抜いて見られるところっていう、その、まあ、緩急が、小太郎くんの方が緩急をつけていたっていうところが、すごいな、っていうふうに思いました。で、大きなお話としては、この、毛抜きと、鳴神なんですけれども、その後にですね、その、早蜘蛛の王子っていうのが、まあ、その、朝廷との関係っていうのは、一番最初にこう仕掛けたのは、早蜘蛛の王子っていうのが、自分が権力を取りたいっていう、その気持ちでいろいろなことをやったっていうお話になっているので、最後はその早蜘蛛の王子っていうのが、まあ、取り手に囲まれて、それで、まあ、立ち回り、ちゃんちゃんバラバラがあるんですけれど、そこがまた、すっごいんですよ。それで、まあ、はしごの上にまで乗っかったりとか、それから屋根の上で大立ち回りをしたりとか、そこがですね、海老蔵さんは命かけて頑張りますって言いながら、そういうのをやり始めるんですけれども、本当に命を縮めるんじゃないかっていうぐらい、ものすごい、大活躍なんですね。ね、今回、7月の大歌舞伎っていうのは、7月の4日が初日で、29日が、千秋楽になっています。ところがですね、この、第3部だけは、千秋楽が16日と短くなっておりまして、まあ、その後、海老蔵さんもしかしたらオリンピックの方に出るんじゃないかとか、そういうふうに、イベントにですね、それで短いんじゃないかとか、いろいろ言われていますが、いやね、ちょっとね、頑張りすぎじゃないかっていうか、まあ、16日ぐらいまでしか持たないんじゃないかっていうぐらい、すっごいもう体力使うお話になっています。もう、本当心配になっちゃうぐらい。うん。でも、まあ、お話として、そうやって、その、一つの通し狂言っていうだけじゃなくって、見どころがいろんなところにあり、そして、まあ、海老蔵さんがものすごい活躍するので、とにかく、海老蔵さんを見たい人は、もう、ぜひご覧になっていただきたいし、それから、まあ、なんていうんですかね、いろん、
今言ったみたいに、笑うところとか、エッチなところとか、そういうのが、いろいろ散りばめられているので、楽しく見られるっていう意味でも、これ第3部もおすすめです。まあ、本当に駆け足で、第1部やってきました。なんでだろう、またまたですね、準備をしてきたものが途中から、頭が真っ白になったっていうか、パワーポイント真っ白になったとのを見て、私が真っ白になりましたっていう、動かないじゃなくて、真っ白っていうところが、もう非常にすごい残念でしたけど、ただ、お話、ビジュアルが見れなかっただけで、お話はちゃんとできたので、ぜひ、こういったものを、参考にして、見ていただければな、っていうふうに思います。ということでですね、最後の方に、エンディングとか、あと、私の本の宣伝とか、そういうのも全然できてなかったんですけど、本だけ宣伝しようかな。恋と歌舞伎と女の事情。今回ですね、9月にの歌舞伎座に四谷怪談が出ることになりました。四谷怪談を、仁左衛門さんと、玉三郎さんが38年ぶりにまた共演するっていう、毒団子のようなですね、ニザタマ団子をですね、どんどんこう注入してくる松竹さん、怖いっていう感じなんですけれども、こちらですね、その鶴屋南北の、四谷、東海道四谷怪談もしっかり書いてあります。で、今回9月に、やっぱ緑狂言で、通しではないので、その、前後のことですね、分かってると、分かりやすいかなっていうふうに思いますので、ぜひお買い求めください。ということでですね、今日は、非常に途中でトラブルがあって、失礼いたしました。今回も頑張って、お話をしたので、皆さん、これから7月の大歌舞伎、歌舞伎座もぜひ見に行ってください。来週はですね、松竹座を見てまいりますので、松竹座のお話をしたいと思います。それでは、またねー。今日はもうこのまま、おしまいになります。アーカイブ残すときには、ちゃんと、最後の、エンディングを、やりたいと思いますので、それも、アーカイブに残したら見てくださいね。それじゃあ失礼します。